この3年過ぎる今、総理の決意とご所見を伺いたいと思います。安倍内閣総理大臣。一昨年、安倍政権が誕生したわけでございますが、昨年の春の段階におきましては、被災地において、用地確保が難しいという声があふれていたわけでございます。どこにいつ何戸の住宅が再建されるかの見通しも立っていなかったわけでございまして。 こうした中で、安倍内閣としては、復興を最重要課題といたしまして、最重要課題の一つといたしまして、現場主義を徹底し、省庁の縦割りを廃しながら、政府一丸となって復興をめぐる諸課題を一つ一つ解決をしてまいりました。地震、津波からの復興におきましては、高台移転や災害公営住宅の建設の約7割で事情が始まり、来年3月末までには、 宮城地区に及ぶ高台店や、1万戸を超える災害公営住宅の工事が完了する見込みであります。震災で発生した膨大ながれきにつきましても、宮城県と岩手県では、この3月中にすべて処理が完了する予定であります。被災した,災した農地につきましても、7割で営農が再開できる見込みとなっております。また、原発事故災害からの福島の再生にあたってはです、ね、地震、津波に加えまして、 原発事故にも、ま、禁止する、複合災害であることを、ま、踏まえまして、その対策も、ま、複合的に取り組んでいく必要があります。このため、昨年の8月に、避難指示区域の見直しを完了いたしました。そして、住民の早期期間に必要な、環境整、環境整備のための、復興再生事業の工程費用の策定や、長期避難者のコミュニティ確保に向けた、 復興公営住宅の整備、そして中通りなどの定住対策として子どもの運動機会確保のための施設の設置などの必要な措置を行ってきています。営農が再開された水田や災害公営住宅に入居されたご家族の表情などを拝見いたしますと復興が一歩一歩進んでいるということを実感をいたしております。しかしながら今もなおですね、27万人の 方々が避難生活をされておられまして、原発事故のために、未だにふるさとに戻れない方々も数多くおられるわけでありまして、まさに復興は道半ばであります。これまでも人材や資材不足への対応策や、被災自治体における人員確保、そして誘致取得の迅速化など、加速化対策を打ち出してまいりましたが、今後とも、現場主義で被災自治体にしっかりと寄り添いながら、 復興のステージが上がるために見えてくるさまざまな課題をきめ細やかに解決をし、復興をさらに加速していかなければならないと思います。4月から避難指示が解除される、おととい言ってまいりましたが、玉名市におきまして、住民の方々から不安はあるが、前進あるのみだと、こういうお話を伺いました。しかし、避難指示の解除。 期間はですね、これは復興が終わったわけでは全くないわけでありまして、新たなステージがスタートすると、このように考えておりますので、そうした帰還、えー、をされた方々のお気持ちに寄り添いながら、健康等でのお相談もしっかりと行いながら、そうした方々への支援も行っていきたいと、このように思うところでございます。ます3月11日を迎えるわけでありますが、まあ、復興はいよいよ4年目に入るわけでありまして、今後とも、 震災の記憶を風化させることなく、お年寄りの孤立防止や、子どもたちの心のケアなど、福島をはじめとする被災地の復興を加速していく考えでありますし、えー、益子委員がおっしゃったように、安倍政権としてもです、ねえー、福島の復興をなくして日本の再生はない、被災地の復興をなくして日本の再生はないと、この考え方のもとにしっかりと、えー、復興再生に取り組んでまいります増子輝彦君。 総理、宮古島に入られた後のぶら下がりで、住まいについて非常に大きな課題があるという中で、五千戸の実は用地確保をするということを表明されたとおっしゃっております。